ももちゃんのその一番なんかさ印象的なっていうか写真がさ陥没してる写真があるんだけど、あれはなんでああいうことになっちゃったの？あれは、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、対談動画ということで、ももちゃんがももちゃんと対談することになりまして、ももちゃんをご存知の方もね、私の SNS でも結構出てくるのでいると思うんですけど、改めてこういう風にちゃんと YouTube で撮った時がないので、ももちゃんの、その体の状態とかいろいろお話ししていこうと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まあでもとりあえずまずね、一つあれなんだよ、私の後輩になったっていうかさ、あの私がね所属したあの N3 さんが N3 エンターテインメントってあるんですけど、それにももちゃんも所属することになったので、まあ、事務所の先輩後輩になりました。すごい恥ずかしい、嫌だそんなの。そういうのないから全然慣れてないからね、慣れてないからね、なので教えても、はい、皆さんそこもよろしくお願いします。ということで、じゃあももちゃんのまず、体の状態っていうことで、まあパッと見は多分さ分かんないんだよね、うん、やっぱり私は今左半身の麻痺があって、うん、2015年の時に、うん、動静脈器腱による脳内出血が起きてしまって、うん、意識不明だったりとかあって寝たきりの生活が始まり、うん、左半身の麻痺がもうずっと後遺症として残っていて、うん、まあ、手が全くこう肩を動くようになったけど、うん、肘も頑張ったら伸ばせるけど、うん、うまいようには伸ばせなくて、うん、動かない状態が上半身、うん、でもこう寝たきりの状態から起き上がることができるようになったので、うん、まあ、座ったりとか、うん、まあ、長時間できるようになったりとかしていて、うん、足も靴は履いて歩けるけれど、今装具っていうのを履いてるんですけど、見える装具がないと靴が履けない、足首が上がらないので、あー、なるほど、この90度をいつも保ってくれる装具がないと歩くことができない、うん、でこの股関節を動かして歩いてるって感じで、うん、膝下が自分でこう曲げたり伸ばしたりできてるってわけではない、あ、左足が振り子の状態で歩いてるって感じ、うん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 、まあ、実際その脳動脈器系、脳出血、脳内出血っていうのは珍しい、なんていうの、病気っていうのかな、珍しい病気なの、珍しい病気、若い頃になる人は少ないって言われてて、まあ、やっぱりこうアルコールをたくさん飲まれた方とか、うん、そういう寝不足の方とか、うんうんうん、疲れでなる方が多いって聞いて、うん、でこう若い方とか小学生とかたまに稀にいたりとかもするみたいで、うん、私は高校生の時だったので、うん、こう珍しい枠には入って、うん、前兆っていうのはあった？前兆は、頭痛っていうのをずっと実はあって、なんか偏頭痛みたいな頭痛、まあ女の子だから頭痛ってそうないですか？私あの月経の時とかの前後とかにあったりとかしてたから、それなのかなと思って、で勝手に解釈してて、まあ市販のイブとかロキソニンとかそういうお薬で実際治ってたからあんまり気にしてなくて、なんか脳内出血っておじいちゃんおばあちゃんがいるものっていうイメージだったから、まあテレビで見ても私だと思ってなかったから、なんか病院に行こうとか思ったことなくて、うん、それで普通に高校生活、うん、JK ライフを送ってたみたいな感じで、したら突然、突然前日までディズニーシーで親友と普通に遊びに行ってて、うん、次の日の朝いきなり、え、じゃ あそれは こっちに帰ってきて、いや東京にまだ行って、あ、そのホテルで、いや、お姉ちゃんが大学生で、まだ未成年だったから、うん、お姉ちゃんの大学生のワンルームに、うん、と行きなさいって親から言われたから、うん、そこに親友と泊まり行ってて、うん、朝起きて、うん、トイレ行って、うん、まあ、みんな寝てたから、うん、二度寝しようと思った時に、うん、猛烈な頭痛が始まって、うん、あーみたいな感じからの薬飲もうと思ったけれども、うん、もうそっから意識飛んじゃって、もうなんかバットで殴られたって、
からもう意識なくなって、うん、話聞いた話では瞳孔が開いてちょっと痙攣じゃないけどそういうのが始まって、じゃあそのまま、まあ、救急車で都内の病院に運ばれてって、うん、意識が戻ったのはいつなの？意識が戻ったのは3日後っていうんだけど、3日の意識不明で、うん、でも私は3日後からの記憶はなくて、うん、1ヶ月弱くらいの記憶がない、うん、あでも周りからしてみたら普通に、ま、お話とかできてないって、あ意識だけがまずある状態が、うん、それで1ヶ月後からだったら少し会話はちゃんとまともにできるようになった、それまでは私であることは分かってるけれど、うん、どこの場所にいるのかとかも理解してないし、どういう状況に来られてるのかっていうのも分かってなかったっていうのは聞いて、ももちゃんのその一番なんかさ印象的なっていうか写真がさ、陥没してる写真があるんだけど、あれはなんでああいうことになっちゃった？あれは、脳内出血の血を止める手術が1回、うん、あの写真自体は3回目の手術後なんだけれども、1回目もの後もそんな感じで、うん、出血を止めて1回骨が外されてる状況で1回腫れてるから骨を戻さないそうなんですよ、その瞬間に骨がない時期が2ヶ月間ぐらい続く一旦塗っとくみたいな、そう、一旦脳内出血しました、うん、骨外して脳のなんか手術します、うん、で皮膚あるじゃん、脳の皮膚は、うん、一回戻しときます、戻しときます、腫れてるんで戻しときます、うん、まだ骨は入れれません、うん、でその骨を入れるのは大体針が引いて2ヶ月後ぐらい、だから一回脳の手術をすると2回しないといけないみたいな感じのルールが多くて、その骨がない時期はヘルメット生活、うんうん、あそう、え自分で触ったりできるの？ええー、怒られる。でもちょっとプニプニしてて、面白い。その自分のこの頭蓋骨は見たことない。ない。あないのか、まあ。もうすぐ冷凍保存になる。あそうか、うん、カピカピになったら困るもんね。可能性はない。ない。言われて。もうないんだ。全部一応クリーンな状態に先生たちはしてますって言ってくれてるから、まあ、万が一のために1年1回ぐらいは MRI とか取りに来れたら来てねみたいな。強制ではない。で実際半身麻痺になって、まあ、高校生だったから高校生活に戻らなきゃいけないってなった時に。その高校生活に戻りますよっていう時はどこまでの状態まで回復してたの？実際には高校生活戻れなくて、うん、発症したのは4月 で、うん、でそこから1回目の手術がありました。で、うん、2ヶ月後に夏に2回目の手術で骨を戻してますっていうのを手術をしたんですけど、うん、そこから戻ろうと思ってたんだけれども、うん、手術の間に菌が入っちゃったみたいで、うん、洗浄しないといけない手術が入ってます。また骨を外さないといけない脳を洗浄する、脳を洗浄する手術があるから3回目があって、だからまた骨を外しちゃってるから、また2ヶ月伸びて、ってなってもう出席日数は足りませんって先生から言われて、友達卒業できないっていうのは分かったから、まあ、入院生活も長くなるって分かってて、なら通信高校に変えようと思って、うんうんうん、私はもともと行った高校には戻らずに通信高校に戻った。通信って在宅でやる通信？そうそうそう、入院期間中はリハビリと通信の勉強みたいな感じで卒業した。高校卒業資格を取ってからかは、なんかどこか大学に入学は一応しました。じゃあ大学の時は杖で行っていた？いや、初め車椅子で、うん、杖で行き始めて、うん、でも結局私 APU って言ってアジア立命館アジア太平洋大学っていう別府にある大学に入学したんですけど、あの山の上のやつ、山の上のとこまで行ったの？あ、でも先輩たちとシェアハウスとして泊まってて、うんうんうん、なんか送り迎え OK みたいな、私は特別に言ってもらってて、そんな感じでやって、みんなに恵まれた状況で、うん、学校生活を送ろうとした中、うん、の熊本地震って、あれがあって、うん、津波警報が鳴る日々と、うん、地震が鳴る日々で、
やっと歩けるようになった状況だったから、うん、精神的にも、うんうんうん、親も実家に帰ってこいってことで、うん、気学を始めて、うん、結局は卒業してないんだけれども、うん、その気学期間中にこう本を書いたりとか、こう自分のやりたいことがなんとなく明確になってきたから、卒業をせずに今の活動をし始めた。半身麻痺生活も日常生活過ごすようになって、うん、困ること？ああ困ること、うん、いやもう言い出せきりだな同じだと思ってそうだよ。でもやっぱこう手が使えるのと使えないのと私やっぱすっごい大きい差かなって、うん、歩けなかったら歩けないで歩けてた方が移動っていうのじゃどこにでも行ける部分があるけど日常生活を送る中で片手だけしか使えない。それこそシャンプーするにしてもドライヤーするにしても髪の毛ももちろん結べないんだ。これ母に結んでもらってたから、うん、洋服着るのも大変だし、うん、まあでもやっぱりもう6年間もなって慣れてきたから、うん、ある程度自分で洋服は着れたりとか下着をつけれるようになったりとかしたかなっていうのはあって、まあまだ一人暮らしをしたことないから完全なる日常生活っていうのは分からないけれど、うんうん、多分一人暮らしだったらゴミ出しとかが難しいんじゃないかなとか大きい袋にゴミを入れて閉めたりとかはできないから。あーそっか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 。ヘルパーさんが時々来てくれたら生活できるんじゃないのかなっていうのは最近感じること。あとでも私がももちゃんの動画を見てこう思ったのがエスカレーターはなるほどって思った、うん、その肩麻痺のしてる人たちがエスカレーターに乗るときに、まあ、日本だったら右側に寄りますとか、うん、関西だったら左に寄りますとかっていうそれの謎の決まりがあるから、まあ、右だったらいいのか。そう右の前大阪行った時に、うんすみませんでも逆を言えば、うん、右半身が麻痺がある人だったら困っていることだろうなと思うからこれは変えていかないといけないことだなって。そう、まあ、世の中的にも夜はやめましょうみたいなのがあるからなんかそういうのはやっぱりなんか障害者っていう括りにはされるけど全く違うからなんか私もなるほどなっていうのはすごい。私も病気になるまで気づかなかったことばかりだし、まこちゃんに出会うまでこの大変さっていうのを聞いてなかったら分かんなかったから、なるほどね。でもももちゃんとの出会いとかっていうのも、まあ、実際九州再生医療センターで初めて会って、まあ、お互いにねその再生医療を今やっている中で積損の人より脳血管障害の人の方がやっぱ人口的にはめちゃくちゃ多いし、まあ、日本その三大疾病の中にも入ってるからそれこそ若い人もなっちゃう可能性は全然あるし積損より誰でもなってしまう可能性が多いのが脳血管障害で、まあ、そういうやっぱ体のリハビリの変化を望んでる人たちたくさん私今メッセージがたくさん来るんだよ。なんか再生医療したいと思うんですけど、どうですかって。でも私は積損だから積損からの、まあ、変化しか言えないけど、ももちゃんからはちょっとももちゃんの後編でね、ももちゃんの変化とかっていうのを、まあ、ぜひ私のチャンネル見てる脳血管障害の方たちに、やっぱ変化って私もすごい見ててさ感じるから、ちょっと後半でお話聞いてもらいたいのと、あとはめちゃくちゃ大切なお知らせが。あるので、それはももちゃん動画の方でぜひ後編見てください。はい。ということで、じゃあ前編はこんな感じで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また後編でーす。やってきてたのに、変化があまりなかった。まあ、リハビリはやってきてた。でも変化がなかったけどそこに幹細胞を投与したら変化があったってなったらさ明らかに違う幹細胞のおかげじゃんって言われてもそうそうそうリハビリの回数もその再生医療始める前よりも今の方減ってるんですよって言っていたから今の方が少なくなってるのに、うん、こんなにも変わるんだと思って本当に幹細胞の力ってすごいなって思ってて。Oh, oh, 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 o